ロークへの航路座標入力を完了した。いつでも発信できる、ミスターエッジ。ミスターエッジ、ロークへ向け、カルナス、発信してください。はい。みんな元気？あたし、ウェルチちゃんですよ。みゃみゃ。急に誰なの？やっほー、ウェルタン。今日は平べったいのよ。やっほー、チビちゃん。今日もベリキューだね。お？おお！ちょっと見ない間になんか増えてるし。しかも、萌え萌え猫ミニちゃんとは。くはー！基本で直球なところが逆に新鮮っぽい。なんだかよくわからない人だね。ベルタンはいつもこんな感じなのよ。もっとお姉さんにサービスしろよ。ベルチだよね。当たり前だろ。つか最近どうよ。いくら連絡しても繋がんなかったじゃんか。連絡が繋がらなかった。今までどこほっつき歩いてたのよ、レイミー。え？もしかしてあれかい？私に隠れてエッジと内緒でラブラブ？くっくっくっ、水臭いじゃないの二人とも。さあ今すぐお姉さんに教えてカモン。どうやって幼なじみの壁を取っ払ったんだい？ああ、もしかして猫ごめんね、秘密が。今忙しいの。またね。ウェルチからの連絡が入ったってことは、ええ、バッカスさんの推測は正しかった。やはり僕たちは違う次元の宇宙にいたんです。ミスターエッジたちの故郷は滅びていない。地球は今もこの宇宙に存在しているのだ。聞いてたよね、エッジ。地球は、私たちの地球は無事よ。それが何だって言うんだ。え？あの地球が消滅した事実は変わらない。僕が消してしまった事実は変わらないんだ、エッチ。自分たちさえ良くて他がどうなってもいいならカルディアノン人と同じだ。あれは仕方がないことだったんですよ。僕がエクサリチウム結晶を渡さなければ。今さらまだそんなことを。やめたまえ、二人とも。自分にも経験がある。モーフィスの使命を果たそうとしながらも未熟さゆえ多くのものを失ったことが。苦悩と後悔を抱え、それでも完全な答えを見つけることはできなかった。だがいつか答えが得られると信じて生きている。ミスターエッジ、悩み悔やんでもいいが歩きながらにしたまえ。立ち止まったままではそこで朽ちるだけだ。何者かの攻撃を受けました。攻撃？どうしてカルナスに？すまない、ミス・レイニー。元の宇宙に戻っていささか気が緩んでいたようだ。モニターに出します。戦績の確認をお願いします。戦績は不明。地球やエルダーの船ではありません。高エネルギー反応感知、回避不能。何者だ？あれは、あの艦は第13独立機構部隊、
エルダーの勘。どこかで見たと思えば、あの時の民間人か。やっぱりそうだ。あの、危ないところをありがとうございます。俺は獲物を追っていただけだ。邪魔をするならお前らも落とす。死にたくなければ引っ込んでろ、素人。気にしない方がいいですよ。第13独立機構部隊はならず者集団と評判ですし。けどさっきの黒い船は何だったのかしら。それは分からないが、今やるべきことは分かる。損害は軽微とはいえ攻撃を受けたのだ。船体のチェックとメンテナンスが必要だろう。ロークに降りる理由がまた一つ増えたわけですね。航行に支障はありますか。先ほどの攻撃により進路に若干の誤差が生じました。ですが修正は容易です。お願いします。それでは改めて惑星ロークへ。惑星ロークへの着陸準備完了しました。船長、命令を。エッジさん、命令を。船長に指揮能力欠如と判断し、ここに副長権限行使を宣言します。これ以降は私が船長代行として指揮を取ります。反対意見はありますか。依存はないよ。でも本当にロークに降りなきゃいけないのか。着陸の理由はどれも正当なものよ。説明を。新たに組み込まれたエクサリチウムはジェネレーターに負荷がかかりすぎる。エネルギー変換のマトリクスを再計算するには少しばかり時間がかかりそうだ。着陸後船自体をスリープモードに移行し、速やかに再計算に集中させる必要がある。それと船体のチェックとメンテもお忘れなく。そして何より重要なのが SRF 本来の任務よ。開拓可能惑星の調査こそ私たちが宇宙に出た最大の理由でしょ。だけど話は以上です。着陸開始してください。